ジョセフ・ステラは、イタリア生まれのアメリカ合衆国の画家である。未来派や、プレシジョニズムなどのスタイルで活動した画家である。イタリア南部、ポテンザ県のムーロルカーノに、法律家の息子に生まれた。兄が医師になっていて、19歳になった1896年に、ステラも、医学と薬学を学ぶために、ニューヨークに移った。 翌年、美術に展示、アートスチューデンツリーグ・オブ・ニューヨークで学び、ウィリアム・メリット・チェイスの美術学校で学んだ。1910年からヨーロッパで修行を始め、1年間、イタリアに滞在した後、パリに移り、アンディ・マティスやパブロ・ピカソといった有名な画家や、イタリアの未来派の画家、カルロ・カッタ、ジーノ・セベリーニ、ウンベルト・ボッチョーニラと知り合った。1912年には、 ニューヨークに戻り、1913年にはアメリカで開かれた国際現代美術展に出展した。1923年にアメリカ市民権を取得した。1920年代までは未来派の影響を受けていたが、その後は多彩なスタイルで描いた。ありがとうございます。